万太郎の良さを周りの人たちが分かってくれるのは、そんなに時間はかからないはず。爛漫。万太郎は一人になることはあったが、孤独感というものを感じることがなかった。いつも植物のことを考えていたし、植物はいつも万太郎のそばにいてくれた。今でも植物のことは考えているし、いつもそばにいるけど、一緒に考えてくれる、勉強してくれる人が、こんなにたくさんいる教室に来たのに、自分だけが違う。そんな寂しさが万太郎を落ち込ませましたが、よそ者、皆とは違う、怖い。凛から言われた言葉は、万太郎を納得させるものでした。第38話のお話は、竹雄と凛に励まされた万太郎は、気持ちを入れ替え、今住んでいる東京の植物をもっと知ろうと考えた。そして、倉木に東京の道案内を頼むと、倉木はしぶしぶ万太郎を連れて歩いた。あちこちでいろいろな植物を採集し、雑司ヶ谷では白爪草をたくさん取って大学に寄った。そして、大学で飼っているウサギを可愛がる藤丸に、白爪草を渡し、餌にするように言う。そんな万太郎に、藤丸と畑野は、とても前向きで、人に優しい万太郎に、好意を感じ始めていた。一方、末子は、叔母の三重から、あるお願いをされて。第38話は、このようなお話になるようです。いつまでも落ち込んでいる万太郎ではないですね。自分ができることをやっていくだけ。自分がやりたいことをやっていくだけ。くよくよしていてもしょうがない。こんな前向きなところが万太郎のいいところ。そんな万太郎を周りの人は次第に分かってくるでしょうね。そして、末子が頼まれる、叔母、三重のお願いとは。きっと、鹿鳴館に行ってくれ、というものだと思います。和菓子を届けに。新しい世界に行ってみたい末子と、可愛い名に、玉の腰に乗ってもらい、幸せになってもらいたい叔母の思惑が、つながっていきそうです。第37話では、万太郎が夢見ていた場所、東京大学植物学教室。彼が大学に通い始めて分かったこと。自分がよそ者だということ。意気揚々と早起きして張り切っていた彼は、元気をなくします。佐川では、周りにいつも人がいたのに、大学では一人ぼっち。いつも天真爛漫な万太郎も寂しそうな顔でした。高知から出てきて、小学校中退の彼が、教室に出入りできるのは異例です。田辺教授以外の人たちは、何者かわからない彼に、警戒心を抱くのかもしれません。徳永助教授は、万太郎を明らかに避けています。彼は、田辺教授と考えが合わず、万太郎のことが気に入らないようでした。他の学生たちは、入学試験も受けないで、大学に通う彼を、心よく思っていない。東京大学の学生でない万太郎は、講義や試験、宿題もしなくていい。好きな時に教室に来て、好きなように勉強できる。毎日、講義の準備や、宿題や、試験勉強に追われる学生は、そんな万太郎がずるい人にも思えるのでしょう。学生たちが、
万太郎を仲間外れにするのはわかります。植物学に関して、日本はまだ外国よりも遅れをとっています。万太郎が東京大学に来たのは、日本の植物学を進歩させるため。彼は植物を勉強する同志なので、皆が協力してくれると思っていた。しかし、現実はそんなに甘くありませんでしたね。植物学教室の人々と彼の間には大きな壁がありました。学生たちは勉強に忙しく、彼に構っている暇がない。彼が話しかけても誰も相手にしてくれません。植物学教室には画工という絵描きが出入りしています。採集した植物の絵を描いている野宮という画工が教室にやってくる。植物の絵を描くのが好きな万太郎は、野宮の絵を見せてほしいと頼みました。見せられませんよ。君、よそ者でしょ？野宮に冷たく言われ、彼は悲しそうでした。皆によそ者扱いされ、万太郎は孤独です。結局彼は、毎日一人で勉強して、一人で帰ることに。この状況では、さすがの彼もモチベーションが下がります。万太郎が元気を回復するには、やはり大好きな肉を食べなくては。彼はいつも世話をしてくれる差配人の凛を誘い、竹雄が働く薫風亭を訪れました。やはり洋食屋のボーイ姿の竹雄はかっこよかった。たけちゃん、体の半分が足だね。凛が言った通り、抜群のスタイルの竹雄は、店の女性客の注目の的。いや、半分以上じゃ。万太郎の返しがまた笑えますね。何やら、竹様と呼ばれていた竹雄は、まるでアイドルのよう。凛は気さくな人柄で、世間をよく知っています。万太郎が大学で仲間外れになっていることも、彼女はうすうす気づいていました。よそから来る人間は怖いよ。凛は土佐から出てきたばかりの学歴のない彼が、東京大学に行くのはまるでほら話だと。大学の学生は、雲の上の人で、小学校中退の彼が大学に通うなど、凛には信じられないこと。玄関じゃなく、いきなり縁側から上がり込んだみたいなもんだろう。入学試験も受けず、田辺教授の行為だけで大学に通うのでは、学生たちに怪しまれて当然ということ。植物のことしか考えていない彼は、とても世間知らず。初めて彼は、学生たちの気持ちを知ったでしょうね。日本の植物学を発展させるために、学生に協力してもらえたら。しかし、理想と現実はかけ離れています。今は、万太郎の情熱だけが空回りしている状態で、まずは学生たちとコミュニケーションを取らなくてはならない。無視されたままの彼がいいきっかけをつかめるといいですが、彼が日本の植物の名付け親になるには、まだまだ長い道のりがありそうです。万太郎の人柄を知れば、学生たちも長屋の人たちのように心を開いてくれるかも。東京大学で思うようにいかない万太郎は、白梅堂にもご無沙汰のよう。東京で寿恵子と再会し、とても喜んでいた彼は、今かなり落ち込んでいる様子で。
末子は鹿鳴館へ行くことを松に反対され、退屈そうにしていました。やってみたいことはやるべきです。新しい世界への旅立ちを応援してくれた万太郎を、彼女は懐かしく思い出す。彼女はボタンの絵が励みになるのか、絵を見ながら店番をしていました。ボタンの絵を見た文太は、見事な出来に驚き、和菓子の見本にしようと思いつく。それは、末子が以前味見をしていた新作のよもぎのお菓子。万太郎の絵には皆引きつけられるようです。和菓子は見た目の美しさも魅力的で、菓子職人の文太は興味を持ったのですね。出来上がったお菓子は、ボタンの葉の形でした。末子の言ったように、新作が大評判になるといいですね。文太に無理を言い、駄菓子の軽焼きを作ってもらった末子。来ないかな。彼女は万太郎が来るのを心待ちにしています。そんな時、店の前を万太郎そっくりの洋服を着た人が。牧野さん、待って。彼女が駆け寄ると全くの別人。これは末子も万太郎のことが気になっているようです。二人の恋が始まりだしたのでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。